皆さんこんにちは。情報教育講座の松永です。この動画では ICT 活用支援選修について詳しく説明していきます。動画の流れはご覧の通りです。概要欄のタイムスタンプからチャプターを飛ばすことができます。それでは早速始めましょう。ここに示しているのは教育が抱える課題の一部です。これらのさまざまな課題に対応するため、学校では教育の情報化が進んでいます。本選修は、そうした教育の情報化に対応できる教員を育成することを目的としています。そのために、ICT 活用に必要な知識、教科の内容に関する知識、教え方、学び方に関する知識を軸とし、これらが重なる部分、教師としての専門性を学べるカリキュラムを用意しています。この後、本選修の教員や先輩から皆さんの役に立つ情報をお伝えします。こんにちは。ICT 活用支援選修の内田桃香です。私は本選修の授業の多くが行われる教育交流館にいます。私からは普段私たちが授業を受けている大学の環境を紹介したいと思います。教育交流館は平成27年に完成したばかりの新しい建物です。現代的な改装は学びへのモチベーションを高めてくれます。2階、3階には全部で4つの PC ルームがあります。パソコンがたくさん並んでいる部屋はもちろん、みんなで相談しながら学べるスペースもあります。授業時間以外は学生の実習が可能で、主体的な学びの場がしっかり確保されています。交流館には情報教育講座の先生の研究室もあります。授業の後、わからないことや質問があるときにはすぐに尋ねることができます。大学内での生活エリアの近さが学生と先生の距離の近さも生んでいます。本選修では今ご紹介したように整った環境で学ぶことができます。私たちと一緒に未来の教育を考えましょう。これからの教員には新しいツールに対して効果的な活用方法を自ら創造していく力が求められています。この授業では、そのような力を身につけるため、教育現場で使われている授業支援ツールの使い方を学び、学生らしい柔軟な発想で面白い使い方をグループで考え実践しています。本選修の入試は、ご覧の形式で実施予定です。最新の情報は QR コードからホームページにアクセスすることで確認できます。また本選修で取得できる教員免許状はご覧の通りです。小学校一種を基本とし、多様な選択が可能です。就職については本選修の前身である情報選修専攻の過去3年間のものを紹介します。教員の他にも情報に関する専門的な知識を生かし、公務員や企業に就職する学生も多くいます。またより専門的な知識や実践力を身につけるため大学院へ進学する学生もいます。この授業では高等学校の情報化の教え方について学んでいます。まずは授業を設計する理論を学び、情報化の具体的な内容についてどんな教材を使うかを検討し、指導案と呼ばれる授業計画を立てます。その指導案に基づいて教師役と生徒役に分かれて模擬授業を行います。本選修では
先ほど松永先生が示された図をもとにカリキュラムを用意しています。 ICT に関する知識では情報科学の基礎から応用を、教科の内容に関する知識では中学校の専門科目や小学校での全科目を、そして教え方、学び方に関する知識では教職に関する科目を学びます。その上で人の学びに関する理論に基づく ICT を活用した授業作りや実践を学びます。いかがでしたか？ ICT を活用して未来の教育を引っ張っていく、未来の教育を支えていく、そうしたことを目指して教育の明るい未来を共に作っていきましょう。